礼します。本日はいつも通り耳かきでよろしかったでしょうか？何ってハロウィンだからつけろって店長が。チワワじゃねえ、狼だ。せめて犬って言えよ。なんで犬種限定してんだ、失礼なやつだな。へいへい、チワワ様すみません。はい、トリックオアトリート。何ってお菓子食べてもいいし持って帰ってもいいよ。ん？そうなのか。じゃあ俺がお菓子渡したらダメじゃん。俺へのお菓子持ってきた？持ってきてない。はあ、それはいたずらされちゃうね。ああ。いや、本当にするわけねえだろ。ガキじゃあるまいし。別に何も。言ってみただけ。ハロウィンサービス中だし、仕方なく。いいから。マッサージからだっけ。またフルコースじゃんか。ここ耳かき専門店なんですけど。確かに全然専門じゃないね。じゃあ始めます。痛かったりしたら言ってくださいね。遅い。大丈夫やろ。はい、おしまいです。ひたすらして生きていったから。え、嫌じゃないの？そっか。じゃあ耳かきしますから横になっていただいて。体勢大丈夫ですか？はい、じゃあ始めますね。
変なことして仕事なのに本当ごめん。それはそのハロウィンだし、せっかく狼コスしてるからと思ってなんか調子乗っちゃったっていうか。少し奥の方行きますね。運転しますね。反対向いてください。じゃあ始めますね。なんでいつも真面目じゃん。真面目に答えなきゃいけないわけ。仕事中だし終わったらな。
新しいのに変えたから大丈夫。しますね。どうせネタ振りなんだろうけどさ、さっきの質問、辛いからさ、またお前んちでもいいから呼んでくれたら。でも分かるだろ、本日はこれで終了です。またのお越しをお待ちしております。失礼します。